安倍若子は、福島県藍津若松市出身の自転車選手である。日本における女子ロードレース霊明期に活躍した選手である。愛称は、若子ちゃん。中学の時にスピードスケートを始め、2年の時、全国中学校総体の3000メートルで8位に入賞した。夏場の筋力トレーニングが自転車競技へ出会うきっかけとなった。若松第一高等学校卒業。 当時はまだ女子ロードのレベルは高くなかったため、男子のレースに混じって参加し、38位ながら参加人数の半分以上の男子選手に先着したこともある。1983年には世界選手権自転車競技大会に出場し、28位の成績を残した。高校3年の1984年のロサンゼルスオリンピックに個人ロードで出場。 40位であった。1985年1月の全国高校スケート競技選手権で3年ぶりにスピードスケート大会に出場した。高校卒業後は大阪の建設会社への就職が内定していた。自転車競技においては全日本アマチュア選手権での1984年と85年の連覇及び1989年の優勝の記録が残っている。 また、1982年4月にタイで行われた第10回アジア自転車競技選手権大会に日本代表として参加。これは日本女子ロード代表初めての海外遠征であった。ありがとうございます。